はい、どうもみさん、こんにちは、のぼるです。今日もゼルダの続きやっていくんですけど、まさかのコウモリ全部倒すだけでよかったっていう。今、なんか、全然わかんないなぁと思いながらコウモリ倒してたら、ここを開きました。何それ？サリアに会う必要ないじゃん。え、何これ？ここか、行ける屍に光をってやつ。あそこの屍全員死んでるもんね。うわ、これなんかすげえさ、抱きついてくれてないの。動いて。え？うわ。え？その動けない動けない。え？なに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 な
この高齢この敵のことはちょっと知ってる。すごいトラウマになっちゃったみたいな話をちょっとどっかで聞いた記憶があるけど、これはなるな。何？生ける屍に光をって。あ、なんか来た。なんだ？何ここ？この詩を王の一族に捧ぐ。昇る太陽がやがて沈み、生まれし命いつか消えゆく。太陽は月に、月は太陽に。生ける死者には安らかな眠りを。なかなかいい詩だ。ん？こんなところに何か書いてある。作曲家兄弟の秘密のメロディーだ。トゥールトゥルトゥルトゥーやん。聞いたことある。全部聞いたことあんな。リズム感な。あ、全然違った。トゥルトゥルトゥルーだった。あ、これで昼にできんの？すご。時間まで操り出した。太陽の歌を覚えた。OK。ってことは、なんか月の歌もあるんだよな、どっかに。このように迷う魂を太陽の歌を持って沈めよ。さっきの奴らにこれを聞かせてやればいいのか。これ毒の沼だよね、きっと。落ちたらダメージ食らいそうな感じするよね。さあ。うわぁ、何？こいつらにいちいち聞かせてやらないといけないの。え、待って。こうか。右下上だ。トゥルトゥルトゥルー。お？何？何？死ぬの？死んだの？猫がめっちゃ泣いてる。死んだのか、これは。これは、何？どうしてやればいいの？これでいいの？本当に。これでいいの？あ、消えてる。あ、これでいいんだ。おお、何？怖い怖い怖い。これでいいのか？これで良さそうかな、多分。多分、いいのかな？え、わかんないわかんない。ねん。怖っ。なんでこんななんかホラーゲームチックなの？本当にこれ64で子供向けに作られたゲーム？なんもないし。そんだけ？終わり？これで。嘘でしょ？もう一個の歌は？月の歌とかないの？あるでしょ、絶対。おい、お前ら兄弟出てこいよ。そういうことか。夜にもなるのか、これ1個で。で、これをゲットしたか、スタルチュラー、これをゲットしたからってなんかあんの？はい。だってどっちみちさ、落ちてこないし。どういうこと？落ちてこない。あれもパチンコで打てばいいのか？どっちみちさ。無理だ。落ちてこない。何すればいいんだろう。取りようがないな。
今取れるのかな。ダメだ、弾の無駄遣いだ。まあいいや、一旦。え、これで何ができるの？どっちみちデスマウンテン入れなくない？っていう思いがあるんだけど。わかんな。お、合ってた。違う。ここで、楽譜が出るってこと合ってるのかな。これだっけ？これだな。これで何が変わる？何が起こる？は？ここで吹く意味あった今。くるくる回る。この人はこの前も話聞いた、この前というかさっき裏で話を聞いたんだけど、え、ここで吹く意味あった今。なんか変わったの？別にこれ外で吹いても中で吹いても一緒じゃね？わかんねえ。だってあそこで吹かなくても別に時間は過ぎるもんね。デスマウンテン入れないんだけど。はい、ちょっとカット開けでいきなりロンロン牧場なんですけど、あまりにもストーリーが進まなくてちょっとだけ攻略読んじゃったんですけど、なんかどうやら前回のインパにかかりこ村に行けって言われた段階でここに来る必要があるみたいですね。ロンロン牧場に。そんなの誰がわかるん？インパかかりこ村行け言うたやん。なんでかかりこ村に行けって言われてロンロン牧場に行くの？すごいなこのゲーム。マロン、この歌お母さんが作ったのはいい歌でしょ。マロンと一緒に歌いましょう。え？歌？あら、かわいいオカリナ。そのオカリナでこの歌吹いてくれるの？ああ。なるほどね。そういう始まり方もあるんだ。上、左、右。上、左、右ね。おー。これが、エポナの歌？マロンの歌？エポナの歌か。これで、エポナが、懐いてくれるようになるのかな。マロンマジで可愛い。64のこのグラフィックでよくこの可愛さにできた。なんでお前いんの。おお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 、そんなに来なくていいでしょ。何そんな、逆に嫌いやんそれ。エポだったら妖精くん気に入ったみたい。エポな、あれどこ行った。エポな、乗っけてよ。乗りたいよ、エポナに。え、乗れないじゃん。え？これ浮いたら乗れるようになるとかじゃないの？あ、もう忘れた。上、右、左？上、左、右？これか。上、左、右ね。これ吹いたら外でもさ、エポナ呼べたりするのかな？平原でエポナに乗れたりするのかな。でもこいつ勝手に持ってっちゃっていいの。あ、こんなに自由に出入りしてんならいいか。ついてきてる、もしかして。来ないか。来ないのか。ここに来るってことしか知らないんで、ここに来てエポナの歌を覚えたらそれでいいのか。このクソジジイは寝てるだけだから。この間の妖精ボーイ、あの時は助かっただよ。あなたマロンの機嫌を直させるのに苦労しただ。今日は何の用だよ。もし時間が、あ、スーパーコッコ。だからこのコッコたちを普通のコッコの中に投げ込むだ。全部見つけたらボーイの勝ち。何それ。ミニゲームめっちゃいっぱいあんな。何わかんないわかんない。わかるわけなくない。わかるわけなくない。わかるわけないって。あ？どこに投げればいいの？どこに入れるの？そもそも。それもわかんない。何？ん？どういうこと？どういうこと？これを掴んで離せばいいの？あ？
何をすればいいのか全くわからないんですよ。どこにやるの？掴んで、お、は？ああ、重力ぼったくられた。嘘。くっそ。このクソじじいマジで。やらねえよ。やらないって B 押したのに。なんで？ちょっと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 。これだ。これをどこにやるの？ああ、そういう感じね。こう？こいつ？こいつ？ちょ、待って、待って。違う。こいつ？動くな、お前ら。こいつじゃない。こいつか？こいつもない。こいつか？こいつもない。ああ、こいつだ。あとは？あとは？お前は？違う。お前は？違うって同じの掴んでる。違う。お前でもない。お前でもない。あいつに、ちょっと。うおぉ、危ねえ。ブザビート。これで全部だよ、こっちおいで。こいつにはちょっと負けたくなかった。お前最高のカウボーイになれる才能ってのがあるだ。マロの飲み子さんにならねえだか。はい。いや、冗談冗談。は？そうだ、約束通り。まあ、自慢のロンロン牛乳やるだよ。飲んだ途端に元気になれるだ。おお、瓶もついでにもらえたのか、これ。自由競争、栄養補給。C で使えばハートが回復。いいね、ゴロ。回復するのはハート5個。強っ。必須アイテムじゃん。ハート5個って、今まだ4個しかないのに。それでなんか、ストーリーが進めれるようになったのかな？なったと信じて、また、あっち行ってみるか。あ、エポナ呼べるかな。あ、違う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 。夜にしない、夜にしない。あ、夜になんないのか。あ、なったわ。なった、待って待って待って。ごめんなさい。夜にするつもりないんです。エポナの歌何だったっけ？左上右だっけ？じゃあ、左上下だっけ？どっちだっけ？ん？エポナの歌が思い出せません。見よう。上左右か。OK？じゃあここで吹いてもしょうがない。外で吹かないと。上左右、上左右、OK。これでエポナ呼べる？エポナ乗れる？乗らしてくれ。乗れへんのかい？え？何それ？そんなことなの？やることって。子供の登るというハイラルを救うため、我が使命を受けし者なり。ははははは。姫様もまたおかしな遊びを思いつかれるものよ。まあよかろう、通るがよい。気をつけていけよ、ゆうさくん。ははは。めっちゃバカにされてるけど、開いた。やっと開いた。てかこれ。じゃああれか。別に、ところでゆうさくん。デスマウンテンに登るならそれなりの盾を準備した方がいい。あー、なるほど。その代わり、幸せのお面や。知らない。うちの坊主に流行のお面をせがまれてるんだが、あいにく時間がなくて。なるほどね。盾がどっちみち鉄製みたいなやつじゃないと燃えちゃうってことだな。なるほど。じゃあ一回戻って、それの準備だけしていこうかな。じゃ、戻りまーす。さあ、城下町戻ってきました。盾とお面だね。お面屋なんてあったっけ、でも。あんまり、なんこいつ絶対にずっとでしょ。待って待って待って、ストップストップ。あ、忙しい忙しい。あ、忙しい忙しい。お面に逃げられた。まあいいか。ここ何？お、本、え、本。この日が私の自慢ですが、これからを、ん？坊主。これ何？おー、なんでもや。怖っ。
高っ。でもハイディアのだって売ってるんだ。この攻撃を防ぐ。まあさすがに買うべきだね。財布ないの？てかお財布欲しいんだけど。買う。お、マジ？おまけしてくれてなくね？おまけしてくれてる？10ルピだけおまけしてくれた。あとはお面屋。ここは？ここは何屋さん？何屋さんって、何屋さん？これ薬屋だって。下手な薬買うより絶対さ、高っ。ロンロン牛乳の方が安いでしょ。あ、妖精はいいかもしれんけど、とんでもないもん売ってんなこのお店。えぐいなラインナップ。お面屋はどこだ。お面屋、これボム中だな。ボム中ボーリングでしょ。なんでもや道具やあれがまとわって、あれなくない？なんでもや、なんでもやじゃない、お面屋なんて。こっちお面屋だっけ。これ何屋だっけ。宝くじ。ああ、うん、なくないじゃん、お面屋なんて。ないよ。兵士、兵士さんごめん、お面屋ねえわ。あ、てかそうだ、ハイディアの盾に変えとこう。リンクといえばハイディアの盾感あるし。よし。あ、これあれか。うわ、そうだ、片手で持てないんだ。うわ、懐かしい。というかなんか見た記憶がある。懐かしくはないわ、録音持ってないもん。開かないよ、変だね。あれ、夜開いた記憶あるんだけどな。なるほどね。お面屋は、これお面屋？後当て屋だよね。お面屋がない。せっかくならやってっか。ゲームやる？ゲーム20ルピーでやる？やる。ダメ、お金足り、あ、お金足りねえや。13しかない。ごめんなさい。何こいつ？何突っ張りしてんの？さっきこの辺に可愛い女の子がいたけど、お、後ろへ行ったみたいよ。いやん。え？誰？ゼルダかな？これかお面や。ただお金足りないよな、絶対。お面や。ここは幸せのお面や。人々に幸せを呼ぶお面を扱っています。あなたは幸せのセールスマン。お面を一つレンタルできます。お面を誰かに売って代金を店に納めてください。詳しく知りたい方はそこの看板をお読みください。ただのネズミ講じゃん。怖っ。定価10ルピー、キータングッズ。いや、これを売っていいの？誠の仮面？え？借りる。借りてみるか。怖っ。幸せのお面やご利用前にぜひお読みください。当店は商品であるお面をお売りするのではなく、あくまでお貸しするのです。貸し出したお面をお客様自身に売っていただくシステムです。売っていただいた代金を当店に。怖っ。ダメじゃん。一個だけ売って代金もらっとくか。おーい、兵士さん、お面持ってきたよ。お面屋まで行きたいな。はお面持ってきたよーっていうのも、またお面かぶって見せればいいのか。あれ、ちょっとゼルダのお面、ゼルダの手紙なくなってない？あれ、消費アイテムなの？ほら、これだ。はっはっは。変装したつもりかな、勇者くん。お、ひょっとしてそれは、キーなんとかのお面か？最近流行りの。うちの坊主のお気に入りでね、キーなんとかのお面。できたらでいいんだが、私に譲ってくれないかい？嫌だ。私は諦めないよ。仕事から忍耐力あるからね。こいつ。ろくなもんじゃねえ。はいはい。あげるよ。お前がかぶるんかい。しかも何もくれないの？え、代金は？おう。ちょっぴり儲かった。ゴルピだけ儲かった。いや、これ、どんどん売り上げ、というか、
あれ上がってくんだろうな、利益が。ろくな店じゃねえよ。これデスマンテン、もう行く前に今日終わっとこうかな。ちょっとでも気になるな。行こう。おお、デスマウンテン登山道。うわ、なんかすごい DS のマリオカートにこういうステージあったよね。めっちゃ岩降ってくるステージ。何こいつ、うろうろ、カニやん。ナビがなんか言ってたな。ほっ、赤テクタイト、跳ねる動きは Z 注目でロックして。危ない、うろうろ、あ、痛い痛い痛い。オッケー、種落ちるんだ。なんかめっちゃ右から落とするけど、スキーより縦振りの方がいいなこいつは。でもついスティック押しちゃうな。よいしょ、またナビがなんか言ってるんだけど、なんで。さっき喋ったやん同じこと、もう2回も言うの。おい、これゴロンじゃん、さすがに。うわー、こんにちは。ほら、デスマウンテンに住んでるゴロン族だゴロン。この大岩見てほしいゴロン。ドドンゴの洞窟、オランたちゴロン族にとって大事な場所だったゴロン。でもある日突然洞窟内のドドンゴが凶暴化、怖いところになっちまったゴロン。さらに黒いゲルド人が魔法で入り口を塞いじゃったゴロン。この辺りの話を聞きたいなら俺たちの町に行けばいいゴロン。ゴロンシティがこの真上、歩いてちょっとゴロン。これもガノンがやったのか。なんか割れかけてるけどね。何の音、めっちゃお腹鳴ってるみたいな音するやん。超ハート出るし、勝手に入るな、ごめんなさい。超ハート出るやん。このハート拾えないの。別にいらないけど、拾えないところに落ちることあるんだ。この上か。じゃあそのゴロンシティ見て終わろうかな。ゴロンシティなのか分かんないけど、ブレワイではゴロンシティだったな。お前の声か。デスマウンテンの頂上には妖精が住んでるって言われてる頃。へえ、見たい？見たい。それ見たいでしょ。これは？お得な掲示板。デスマウンテン登山道。わかっとらい。どこだ？どっから行くんだろう？こっち？こっちが町かな？何これ？これが町か。何これ？なんか、すごい。笛吹きそうな感じするけど、まあいいや一旦。うわー、お金。ここ何？ゴロン族の国、ゴロンシティ。やっぱゴロンシティだった。ああ、今回は地下というかあれなんだ、屋内とみたいななってんだ。へえ、うん、ブン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 、人間ないやんそれ。すごい、カッパみてえだな。どこにいるんだろう、なんか族長みたいな人。またきっと一番奥だよな。何これ、え、これあれじゃん、なんだっけ、何や、なんだっけ、スカイウォード当てるやつじゃん。ちゃんとあるんだこういうの。へえ、面白。こういうのを後に残してるんだね。え、ディック強すぎん？溶岩に入ってハート4分の1しか減らないんだ。あー落ちた。さあ特徴に出会って終わろう。あー爆弾やっぱあるんだ。特徴どこ？あの奥か。あそこじゃないの？ここでしょ。開かねえし。笛吹けばいい？ああ、笛吹けばよかった。多分、ゼルダの歌なんじゃないかな。これでどう？いや、ゼルダの歌そんな万能じゃないか？万能だった。あ、よく見たらこれあれか、シーカー族のあれだった。おお、まさかの万能だった。うわ、強そう、なんか。ムキムキじゃん。なんだなんだなんだ。王家の歌が聞こえたから、どんな使者が来たのかと思えば、ガキンチョじゃないか。このダルニア、ダルニア、へえ。
甘く見られたもんだ。もう完全にへそ曲げた頃、とっとと帰る頃は？なんで機嫌悪いかって？ドドンゴの洞窟における古代生物の異常繁殖、名産品爆弾花の不作、岩不足による空腹だがな、これは俺たちの問題だ。よそ者の力なんか借りねえこと。それを解決してやればいいのか。とりあえず何これ。でも解決するにはどうすればいいんだろう。あそこをとりあえず開ける必要があるよね。なんかヒントないの。まあ多分やるのは次回になるんだけど、何しようね。あそこどうやって開けるんだろう。わかんねえの。縦切り。あ、何もできない。え、何もできないじゃん。ナビーも教えてくれないし、爆弾花のこと。教えてくれるかな、ゴロン族話。腹減ってるから何も考えられんゴロ。いや、ややこしいことは兄貴に聞くゴロ。兄貴ってば機嫌悪いと怒るから怖いゴロ。でも、ほら知ってるゴロ。兄貴の秘密。兄貴ってばアーミーでもダンスが趣味なんだぜ。へぇ。お、兄貴って。兄貴って。奥にいる人？お前それは分かったわ。何回言うのそれ。兄貴は多分この奥のやつだろうから、こいつにサリアの歌を聞かせればいいのか。ちょっとめっちゃ歌忘れるわ。てか奥の岩怖っ。違うな、めっちゃ太陽の歌吹いちゃう。違うんだって。お、違うでしょ。なに、そうね、そう、分かってる。お前が聞きたいのはサリアの歌だってのは分かってる。ソールドアウトしちゃってる。ゼルダの手紙なくなったやん。なくなっちゃうんだあれ。サリアの歌は下右左ね。下右左。ちょ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 ちゃうねん。あ、B 押したのに。ちゃうねん。あー、すごい。B が決定、B も決定なのすごい違和感ある。え？どこで、こいつの目の前でやればいいの？あ、目の前でやればいいのか。下右左だ。こうだ。オッケー。これで、こいつがダンス踊って、話進むか。怖っ。後ろの槍刺さるよ、背中に。刺さってる。引いてるやん。引かれてるよ。お。怖い。来た。何が。来た。怖っ。熱い。この熱いビート、うおー、イエイ。かわいいな。キャッホー。いや、お前左手ズタズタだよ絶対。左腕。キャッホー。いい曲だ。沈んだ気分もすっきりだぜ。踊りまくっちまったぜ。ゴロンの親、大親分ダルニア様に何か話があるのか。何、お前も炎の精霊石を探してるのか。炎の精霊石は別名ゴロンのルビー。俺たち一族の大事な秘宝。簡単には出せねえゴロ。どうしてもって言うなら、ドドンゴの洞窟の怪物倒して男になってみな。そうすりゃ俺たちもみんな幸せで、精霊石だってやろうってもんだ。その代わりと言っちゃなんだが、こいつをやるゴロ。こいつがありゃ坊主でも爆弾花を摘み取れるからな。手袋、違った。ゴロンの腕輪もらった。へえ。お、ついた。なるほどね。これで爆弾花取って岩をぶっ壊して次に進もうっていうことね。オッケー。
よし、じゃあ次回は爆弾花使ってあの洞窟の奥に行くとこだね。よし、それじゃあご視聴ありがとうございました。